ロバート海流はワールドワイドウェブの共同開発者の一人。海流はベルギーのトンゲレンで生まれた。1958年に家族と共にアントウェルペンに移る。1958年にゲント大学の機械化工学を卒業する。また、ミシガン大学でコンピュータ、情報と制御工学の修士を取得した。1974年12月、海流は 欧州原子核研究機構で職を得、用紙加速装置部門に配属された。1987年4月にデータ取扱い部門のオフィスコンピューティングシステムチームのチームリーダーに昇進。1989年にはティム・バーナーズリーと共にセルン内の文書にアクセスするためのハイパーテキストシステムを提案した。このハイパーテキストシステムは 翌1990年にはワールドワイドウェブへと発展していった。1993年、海流はフラウンホーファー協会と共同で欧州委員会発のウェブによる情報ルフプロジェクトを立ち上げた。同年12月、海流は翌1994年5月にセルンで開かれた国際 WWW 会議への招待を受けた。この会議は以後毎年開かれている。 ありがとうございます。